皆さんこんにちは、はじめしゃちょーです。本日2023年の2月の14日をもちまして、私はじめしゃちょー30歳になりました。バレンタインバレンタインデーキス、はい、やばいって。もう YouTube を始めて今年で11年目、あの若手 YouTuber、 大学生 YouTuber と言われていたあの若き頃の大学生だったはじめしゃちょーは、今やもう30のじじいになってしまいました。時の流れとはいかに無情なりか。今30歳になったとしても私は変わらず痛い、そうは思っているものの、やっぱりね、体力は落ちたね。20代前半とかも徹夜とかもうなんか不死身だったんですよ。何しても大丈夫だし、やりたいことを何でも無限にできる体力があったんだけど、やっぱね、ちょっとこう20後半アラサー28、9と来て、もう徹夜とかはもう断じて無理と。全然できるんですよ。できてもなかなかこう体力が持たなかったり、ちゃんと寝ないといけないなとか、体をいたわったり、なかなか無茶のできない年齢になったなと思っております、はじめしゃちょーです。30点なんて嘆いていても仕方ありません。それでも俺は変わらないぞと、変わらないぞというところ見せてあげたい。30にもなって、30ってもういい年じゃないですかね。いい年になって、30にもなって、こんなことをしているのかと言われたい。俺は変わらずに、これがはじめしゃちょー、 This is はじめしゃちょーというものを貫き通していきたいです、30になっても。というわけで、ただいまの時間がですね、今2月の14日の1時半、もう深夜ですよ、バレンタインの深夜。今からですね、私はじめしゃちょー30にもなって深夜の渋谷のスクランブル交差点に行って、今から30歳の抱負を全力で叫んでいきたいと思います。叫びますよ、深夜に。大迷惑でしょう、騒音おじさんと言われても仕方ない。だが俺は尖っていきますよ。早速渋谷に行ってきます。渋谷のみんなー、30になったぞー、はじめしゃちょーでーす。30歳の抱負はこの年齢とか関係なく、今まで通りはじめしゃちょーらしくいること。30になってもあのバカなことするんで怒らないでくれー。あとあの結婚、そろそろ結婚できるかなー。わー、おーら、すごっ。